務まらん。美しく生きるにはちっと行き過ぎじゃ。前田利久屋敷。刑事殿はまだですか？はいはい。床に伏した利久の前で刑事は待った。利久は生涯にただ一人愛したお春を刑事に重ねていた。お春がいて刑事がいた。利久は己の生涯を良いものであったと理解した。茶など一服しんずましょう。いただこうか。父上、あの世でもお元気で。どこまでも歌舞伎の世は。刑事、良き茶であった。前田利久没。この時刑事と前田家との絆は完全に切れた。そしてこれより刑事の戦国一の歌舞伎者、英雄的怪談時の伝説が始まったのだ。華麗に生きた戦に熱き男の魂を選んでいただきたく、御座候。いざ。いざ太閤の前で歌舞伎倒産。はい、どうも。まず座れ。で、なぜだ。さて、何人かのためか。まさか。ならば歌舞伎者の意地と申すか。人としての意地でござる。なんと、その意地、あくまで立て通すつもりか。やむを得ませんな。こしゃくな。立て通せると思うか。手前にも分かりません。見事歌舞伎たものよ、大義にやった。飲め。
兼続。前田殿を成敗するならこのわしをやってからにしていただく。上杉家家老直江兼続、尋常に追われていたす。マジで聞いた風な口を聞くな。新潟成功叩き直してくれる。涙の巻。いざ愛する人の涙を拭わん。私なんて言ったらいいか。そうだ、お松殿、これから一緒に会いに行きませんか。一体どこに。ご覧くだされ。まあ、おお、待っててくれたか、友よ。遅れてすまぬ。待っててくれてありがとう。こやつ俺になかなか死なぬと悪態ついてござるよ。まあ、うん、それがいい。その笑顔が何よりの地層です。真田幸村、ここにいるサスケにはな、妹が一人おってな。サギリ殿、こい、生まれて初めて惚れた女なんだ。サギリ殿、それは一体どうすりゃいいんだ。虎は何故強いと思う。もともと強いからよ。この刑事の知る直江山城の秘密、それは忠義厚き上杉の強さの根底を揺さぶるもの。家臣の忠義を義ではなく義で培った献身校、その偉業は不問を誓い神となることで成した。血が流された。わしがなれなかったもの、おろく、お前はなるのだ。我が血を継ぎし息子よ、雲がごとく生きよ。
の誓い奥村助右衛門。刑事はダメだ。あいつはただ自分の思いを貫き通す、そういう男だ。友を切るなど、したくはないのだ。急に気になったけど、モノノフキャスじゃない？あ、連続予告か。あ、なるほど。あの普通のモードでいう桜連続だ。いや、いいねこの音。はい、樋口よろく。ボタンを押し、気を貫き、予告の内容を教えられ。ちょっと待って、信長出てきたんだけど。当たりましたね。すごい。さあ何秒。あ、危ない。木の鉄拳見ましょう。今回から加わったストーリーリーチです。いや、ちょっと衝撃的だわ。ガンルーは義の鉄拳の町、いざ立ち上がる義父サマノスケの襲攻を打ち砕かう。サマノスケ、ちょっと見入りましょう。これ名シーンなんでね。褒美を使わそうと思っての。いやー、せいては ただ都内の超記念写真だまでのこと。いや、それにしてもこの旅の代表にまあ、こと嬉しゅうございますな。腹立つ顔だ。この地図は囚人の兵の一人坂東と申す男に預かったものだ。そして坂東は死んだ。このゲスが、このゲスが、殴れば当たりです。もうほんとこれスカッとする演出ですね。俺の手が汚れるだけだ。Yeah.
前田刑事は家康にて2600の捨て道を与えられて、衝撃文化愛する理里と共に12の歳月を送り、米沢に移ってからは二度と歌舞くことはなかったという。景勝の時代、忠勝の時まで米沢で死んだ。没年は慶長17年6月4日とあるから、時が払いも12年も生きたことになる。ひょっとこさい風流つかまつり候。